こんにちは、速稼塾のボブです。今回はですね、もうパソコンはいらないということで、ナミさんからメッセージを送っていただきました。まあメッセージというかね、単純にこの堀江貴文さんの著書を朗読したものになりますので、書籍をね、買おうかどうかって悩んでる方は、このナミさんの朗読を聞いて判断してもいいんじゃないかなと思います。まあ堀江貴文さんのファンの方はね、とにかく出たら買うみたいな形で、購入するんじゃないかなと思いますけども、堀江さんも本出してね、もう100冊ぐらいになるんじゃないですかね。すごいですね、このペースで出すっていうのは。で、今回私の感想なんですけども、まあ、スマホ、パソコンということをね、軸にすれば、私ね、3種類ぐらいの種族に分けられるんじゃないかなと思うんですよ。1種族っていうのは一番多い人です。スマホを利用する人。ね。スマホから、いろいろとね、インプットを測る人ですよね。これが一番多いと思います。で、こういう人は、大抵、お金を払う立場です。次はですね、スマホも使うんだけども、どちらかというと、パソコンでアウトプットをする方ね。アウトプット。パソコンで情報発信とかコンテンツ発信をして、収入を得てる方ですよね。こういうふうな情報発信者とかインフルエンサーっていうのは、スマホではちょっとね、機動性が悪いのとスピードが遅くなるんで、デスクトップのパソコンやノートパソコンでカフェとかでしっかりと情報発信するんじゃないかなと思います。まあ、私みたいなんです。私は、普段はスマホなんですけどもね、やっぱり、1日のうち1時間なり2時間なり3時間はパソコンでしっかりがっつりとアウトプットする時間に設けてるのが、それが私の収入源になったりするわけですよね。だからパソコンでアウトプットを今する人っていうのは、一番稼げるんじゃないかなと思います。これが第2種族です。で、第3種族は本当にすごい人です。これはね、パソコン使わずにスマホで情報発信ができるんですよ。これはね、相当な効率性とフリック入力とか、あとこの小さな画面でも対応できる、まあ対応能力ですね。これがある人なんじゃないかなと。私はスマホだとね、もうフリックもできないし、もうなんかね、やりにくいんですよね。画面をこう切り替えたりとか。だからパソコンでデュアルディスクで、デュアル画面ですかね、2画面でやらないとまだ処理ができないっていうところですね。まあ、ですんで、私もまだまだね、第3段階にはいけないなっていうところですけども。まあでも十分な所得とか自由な時間得てるんで、まあここでいいかなって感じですかね。まあそういうふうに3つに分けられるのかなと思っております。もちろんね、スマホしか使わない方とか、まあ今ではあんまりいないと思いますけども、そもそもインプットをパソコンでする人っていうのがもう旧世代の方ですよね。パソコンでブログを見て、ミクシーを見て、なるほどってやってる世代ですね。まあこういう方もいなくなって、パソコン買うぐらいだったらスマホだよねっていうふうにして、もう最初からスマホを持ってね、いやパソコン買ったことないけどスマホ歴はもう3年ですみたいな、そんな人は多いんじゃないかなと思います。まあそんな感想を持ちましたね。ただそれだけなんですけどね。はい、じゃあ以上です。